中田茂春から1939年9月24日は、明治、大正、昭和初期にかけて活躍した、日本の教会監督、大衆電動車、巡回電動車、福音師、神学校教師、院長、宗教家、説教家、翻訳家、賛美家作家、実業家、ジャーナリスト、進学者、比喩ソ素論者である。明治時代のメソジスト派の牧師、 中田久義は、実刑、日本を代表する、教会音楽家の中田宇宙は、次男、日本アライアンス教団の大江博と、日本キリスト教団の議長、辻仙道、同じく、日本キリスト教団の牧師有馬式夫は孫である。日本ホーリネス教会の創始者の一人で、初代監督であり、日本ホーリネス教会を既存の五大教派に並ぶ、巨大組織に発展させた功労者。 日誘導ソロンに関した進学上の問題でホーリネス分裂事件を引き起こした。その後、残留した教職者たちとともに清め教会を創設し、同協会の終身監督になる。明治、大正、昭和初期にわたる清め派の中心的な指導者としての活動は松江バンドとともに清め派の流れを作った。それらの人材は、 戦後の福音派の形成の中心的な存在になった。雄弁な説教と大規模な伝道活動から日本のムーディとも呼ばれるリバイバリストとされている。中田茂春は1870年10月27日、六区二広前で津軽藩の足軽の家柄である中田家の三人兄弟の三男として生まれた。生まれるとすぐ藩赤奉還があり、 津軽藩は藩地を奉還することになり、中田家は六を失う。そこで、中田家は、先祖伝来の地である広崎の郊外にある大閤寺村に転居し、生計を立てることになる。中田の生涯の恩師、本田洋一と平作は、1874年9月10日に、中田が4歳になる前に、脳一血で死去した。父が死去した時、母は外出中であり、重春が、 父の死を見届けた。平作の死後、母は平作の兄と再婚を勧められるが断り、一家で広崎に転居する。母千代は、野菜の行商となって、茂春たち三人の息子を育てた。少年時代の茂春は、お人こと、あだなされ、かなりの暴れん坊として知られることになった。中田の兄久吉百七十五年頃、長男の久吉が、 広崎のメソジスト教会のミッションスクールの闘義塾に入る。これが中田一家がキリスト教に触れる最初のきっかけになる。1880年頃の広崎メソジスト教会また、1877年の7歳頃暴れん坊であった重春の素行が変わることを期待して、母親が重春たちを兄久吉が学ぶ闘義塾に関係のある。 メソジスト教会の広崎公会に連れて行くようになった。その頃、メソジスト教会の指導者であった、本田洋一が、東大義塾校長と広崎公会の牧師をしており、茂原らは、本田の教育を受けるようになる。本田は、生涯にわたり、茂原に大きな影響を与える指定の関係になる。教会に集う中で、最初に、次男の定作が入信するが、 定作はわずか14歳で溶接する。定作の死をきっかけにして、母親がキリスト教に入信する。1885年頃、兄久吉も石川県金沢市にある不評第七連隊に入隊中に、米国に長老派のトーマスウィン宣教師に教会に通い、信仰を持つ。その年、兄久吉は金沢市の不評第七連隊の英書から戻り1年ほど、 自宅で、茂春と共に過ごす。広崎滞在中の久吉は14歳から15歳の茂春に、軍隊式のスパルタ式の教育をした。これにより、中田は一層帰還期になったと言われる。1886年頃、15歳の茂春は、久吉の影響で、東欧義塾の普通科に入学した。茂春は、東欧義塾を卒業すると、 大徳女学校で、しばらく、アルバイトをしたが、船員になることを志し、函館市に行って、船員の試験を受けることになった。しかし、津軽海峡を渡る時に船酔いし、そのまま試験を受けて落第してしまう。これで、船員になる夢を諦めることになる。入信と、証明な方に洗礼を授けたギデオンドレーパー、宣教師重春は、 後年1888年頃に18歳で救われたと語り、ギデオンドレーパーより受選したと語った。洗礼を受けた茂原は、広崎公会の盲人の伝道者、藤田忠志らと一緒に被差別部落などにも伝道に出かけ、広崎市長長付近に抗議書を開いた。その頃伝道者になる証明を受ける。 現在の青山学院大学1888年伝道者になることを志し、広崎教会より預かった聖書を売り歩いて、旅費を稼いで上京する。そして、東京英和学校進学部法護課に入学した。同じ年に、恩師、本田洋一も、仙台メソジスト教会より、東京英和学校に迎えられていた。当時の進学部長であった、 マクレイな方が入学した時の進学部長は RS マクレイであった。他に J. ソーパー、G. ドレーパー、スペンサーなどが主な教師であった。しかし、ノルトンが教えていた当時のキリスト教会の流行であった高等批評的な聖書の勉強は広崎教会でジョン・イングラより受け継いだ福音主義的信仰には合わなかったこともあり、学業には熱心ではなかった。 在学中に茂原は、勉学よりも伝道者として、体を鍛える必要を感じて、もっぱら充実に励んだ。渋川流の死難に指導を仰いだり、東京四ツ谷の渋川流の道場に通い初段の免許状を得た。後のバプテスト派の指導者、千葉雄五郎なども共に充実に励んだ仲間である。共に、東京キリスト青年会で活動した別所梅の好きな方は、 熊谷メソジスト教会の牧師だった兄、久吉の教会に、毎週末徒歩で通って、兄の巻会を助けた。さらに、キリスト青年会の活動に力を入れて、1891年頃には、キリスト青年会の重鎮になり、後のメソジストの重鎮、別所梅之助らと、学生伝道に力を入れた。また、演説にも力を入れて、土曜日に、 神田の青年会館で行われた松村海跡の土曜講談を聞きに行ったりした。1890年に本田洋一がアメリカのドルージーン学校より帰国して第二代目委員長に就任する。その頃、在学中に家族の霊場と恋愛騒動を起こしてしまう。恋仲になった霊場の家に男子の後継ぎがいないので中田が神学校を辞めて帝国大学に入り、 外交官にという条件で、後継ぎの無養用紙になる誘いを受ける。中田は伝道者を諦めるつもりはなかったので、駆け落ちしようとした。しかし、礼状に受け入れられず、それでも叶わぬ恋に侵入することをも考えたが、同窓生によって引き止められ、結局恋は破局を迎えた。その騒動の後に、その家族の礼状は他に嫁いでしまう。中田は、失意のあまり、 本田に退学を申し出たが、説得されて学校に泊まった。その後、最終学年を迎えた中田は、同郷出身の恩師、ホンダの期待に背くまじと励んだが、1891年の卒業の試験の結果は、成績不良であった。教師会が開かれて、中田の卒業を検討したが、中田の受講科目の半数が、落第点であったので退学処分が決定される。 院長の本田洋一は中田を救済しようとしたが、結局教師会の意見を受け入れて、対抗処分を下した。中田は東京英和学校を卒業できなかったが、本田洋一の恩情により、メソジスト教会の伝道師の仮免状をもらった。北海道の八雲町に派遣された。その後、小樽、また、エトロフ島で伝道を。エトロフ時代にアンシュレを受けて、正式に、 メソジスト教会の正式な教職になる。勝子との結婚、中田茂春と勝子結婚記念写真1889年2月23日、広崎教会牧師山賀元次郎の紹介で、広崎教会の伝道師の小立勝子と結婚した。結婚後に最初に生まれた長男、左内を生後一ヶ月でフード病で亡くす。勝子も重症のフード病になり、 エトロフを引き上げる。このことを通して、中田は深刻な信仰の危機を経験する。次男右後の誕生弘広崎で西養した後に、秋田県大館市の大館教会の第四代目の牧師になった。松村元吉という信者と共に伝道を始めた。ここで、次男が生まれ、右後国にちなんで、右後と命名された。中田が大館で一年ほど伝道する中で、 肉の力に限界を感じ、精霊のバプテスマを求めるようになった。精霊のバプテスマを受けて活躍していた伝道者、ムーディを慕って渡米したいと願うようになった。中田は妻勝子と兄久吉ら資金を提供を受けたが、渡米の費用のために200円の借金をした。アメリカ留学、RA 東霊1896年12月に、恩師、本田ダ一に見送られて、 横浜港より渡米した。1896年の年末にサンフランシスコ港に到着するとメソジスト教会の監督メディマン・ハリスが出迎えた。ハリスは中田に殿堂を手助けを要請したが、辞退してシカゴに向かった。シカゴに行くとムーディ聖書学校の短期コースで学ぶ。中田はムーディ聖書学院での学費を得るために学校の掃除と料理屋の給仕人をした。 ムーディ聖書学院では、当時のムーディ聖書学院の校長は、RA レーだった。東霊たちは奉仕のためには、精霊の力、精霊のバプテスマが必要であると教えていた。中田の霊的状態は良くなかったので、成果を求めて断食したり、徹夜したりして祈ったが効果が,がなく、周囲のものに、ファナチックと言われた。清めの革新鹿後滞在中の中田重治現在の、 ムーディー聖書学校会 B マイヤーが学校に来て説教した時に、現世中に罪より自由になれないとの説教を聞き、キリスト社の完全と罪のない完全の違いを知った。また、ホーリネスの神学者 AM ヒルズに出会い、著書、清潔と力をもらった。この書は、チャールズ・ホッジなどの説に反駁しながら、成果の定義や成果を受ける方法を論じた書き物である。 この章読み清潔をの必要性を痛感した。また、ジョン・ウェスレイの著書にも影響を受けた。さらに、1897年11月22日、インドのタミル族の伝道者 VD ・ダビットの集会に出席した。そこで、成果の体験をする。その直後、部屋に帰って祈った時に、完全な清めの確信を受けた。カウマン夫妻との出会いチャールズ・カウマンな方は、シカゴにある、 グレースメソジスト、監督協会に出席していた。ある日の礼拝で、電信技師として働きながら、ムーディー書学院の神徒コースで学んでいた、チャールズ・カウマン夫妻とキルボン夫妻に出会う。後に、カウマン夫妻は中田を密かに経済的に援助し、祈り支えた。1898年ムーディー聖書学院の短期コースを終了した。精霊体験を受けた中田は早く、 日本に帰って伝道したいと願い帰国することになった。第一回目の世界旅行中田は日本に帰る前に世界を回って精霊派の人と交わりたいと思い、ムーディーとトーレを励まされてアメリカを出発した。旅行の費用はなかったが、成果によって受けた大胆な信仰により、方々を旅行して成果を称した結果、謝礼を得て旅行することができた。カナダのトロントでは、 メソジストの高木水太郎に会い、下宿先に滞在した。トロントより都営した。都営する費用がなかったが、船内の牛の世話するという条件で無料で、乗船することができた。イギリス旅行バークレイ・バックストン船が、英国のグリニッチに着くと、在米ペンテコステ同盟会を訪れた。レーダーハリス会長の夫人に、英国旅行の手配をしてもらい、ロンドンのバークレイ・バックストンの実家に立ち寄った。 バックストーンは来日中で会えなかったが、当主のトマス・バークレイ夫妻より歓迎される。中田がロンドンに着いた翌日の5月19日政治家のウィリアム・グラッドストーンが死去した。中田はグラッドストーンの葬儀に出席し、グラッドストーンから大きな影響を受けることになった。さらに、バックストーン家より下宿料をもらってロンドンで下宿した。また、バックストン家の紹介で実業家で、 政治家の D.A. トマスに出会った。また、ウェストミンスター寺院のジョン・ウェスレーの墓を訪れた。帰国の費用がなかったが、日本籍の船舶サドマルに、ボーイとして雇われて帰国することができた。船の中で、同郷出身で、東欧義塾の知り合いのチンダ・ステミに会った。チンダから一等船客に招かれたが、辞退して、ボーイを続けながら帰国した。帰国。 笹森宇一郎1898年9月に長崎に上陸した中田は鎮西学院の笹森宇一郎を訪れた。笹森からは中田という人は偉い人になると言われた。広崎の勝子の実家小田家に帰る途中で東京市新橋駅でトラクトを配布していた小さき軍の土井周平に会った。笹尾鉄三郎記郷後、早速松江のバークレイバックストンを訪ねた。 高画で、風災な態度に自分に欠けたものを見出し親しむようになった。翌年、1899年に、メソジスト教会年会での巡回伝道者に任命される。しかし、教派にとらわれないで、日本中に招かれて、説教をした。1898年、バックストンに招かれて、松江に行き、ボーコローという料理屋で、伝道会で説教をしているときに、 駆けつけた、笹尾鉄三郎に会う。経験な姿を見て、笹尾だと直感して、第二集会の恵みの座に出てくる人の個人伝道を依頼した。巡回伝道で多忙であった茂原はトラホームに苦しんだが、信仰によって癒された。1899年正月には、銀座教会で第1回の新年正解を開いたところ、好評であったので、以後各地で新年正解を開催した。 その時、東京府青山町ジャマルの青山民意協会の牧師館を借りて住むことになった。1899年10月には、広崎で伝道した。広崎での伝道は、爆発的伝道と言われた。11月森岡の集会では、中田の説教を聞いた、野辺寺天馬が献身を決意する。中田が全国を巡回伝道している間に、 メソジストのみに限定した伝道をしようと思わず、状況派での伝道を考えた。それゆえに、メソジスト内では、次第に中田を異分子扱いするようになった。1900年に中田は自由な伝道を行うために、メソジスト教会を脱退することにした。同じくメソジストの伝道師であった妻勝子は、慣れ親しんだメソジストを離れることを最初は賛成しなかった。しかし、 中田の説得で次第に理解し始めて賛成するようになった。中田はメソジストを脱退後に信仰の友との交流が必要のため、成果の教理を信じる超教派の人々と清潔の友を結成して期連絡や集会をするようになった。1901年に日本キリスト教会、日本キリスト組合協会、日本メソジスト教会、キリスト教会の最大教派が、 連合である福音同盟会がこれまでの日本のキリスト教会の停滞を打ち破るための20世紀大挙伝道を大々的に言った。中央福音伝道館と聖書学校の設立神殿人望聴の中央福音伝道館、1901年頃1901年2月1日、チャールズ・イーカウマン、レテー、ビン・カウマンがピルグリムホーリネス教会の宣教師として、 来日する。1901年4月、中田とカウマン夫妻は、神田の神保町で、神田を、神の田、神保町を、神の田持つ町として、廃校になった学校の校舎を借りて、中央福音伝道館と看板を掲げ、ここを拠点として、伝道を開始した。月曜日以外の毎晩、伝道会を開催、毎日午後に性別会を持って、法律ネス運動を指導した。 中央電動館館の建物を使い、4月1日に聖書学校を開校した。地方電動館の設立、中田茂春、パゼット、ウィルクス、三谷種吉、1902年10月には山形県立岡町に最初の地方電動館を設立する。中田はカウマンと共に視察に行き町の郊外の山に登って、祝福が注がれるように祈った。 1903年2月には、西条郡新城町、八地に伝道館を設立した。聖書学院の教師と生徒と家族、1902年1902年8月、広崎教会の前に集合した中田茂春と福音音楽隊。中田は、中央1902年8月に、アーネスト・キルボルン夫妻が中田の働きに加わり、自給伝道をモットーに活動をした。 1903年5月には、清水都志が新城の福音伝道館に転任するときは、カウマンと共に同行して新城に行き、菓子屋を探し回った。仏僧らの迫害にもかかわらず大きな菓子屋を見つけることができた。この教会で新城中学校の学生の靴沢金治が改心した。明治35年の伝道旅行聖書学院の初期の教師人その後、 中田とカウマンは立岡、八地、新城、金山を経て、二日後に院内峠を大雨の中途歩で越え院内町に行った。その後、湯沢、横手、黒沢尻、森岡を旅行した。1903年8月には大宮で収容会を開き、カウマン、キルボルンのほか、河辺定吉、武田駒吉、秋山吉五郎、及び中田の実刑、 中田久義を招いた。1903年10月には、名古屋、大見八幡、京都、大阪、岡山、松江に巡回旅行をして、1903年12月には、ローランズ夫妻と共に、鹿児島県鹿野屋に行を訪問する。帰路は、帯、宮崎市を通り、そこから回路を使い、神戸市そして、実家久義と、母千代がいる名古屋に寄港し、東京に戻った。 1904年7月頃中田は、肺農用を患い、神奈川県、茅ヶ崎や葉山の高橋古暦をの別邸で、生意をすることになった。4月頃には回復し、病気療養の体験談を、回復後例という文章にして、帰還し、炎の下に発表した。日露戦争時の朝鮮半島訪問1904年2月10日に、日露戦争が開戦する。大山岩尾元帥が、 派遣軍総司令官になり、数個の軍団が朝鮮半島に出動した。朝鮮半島に駐留した黒木為元将軍の軍団のために、キリスト教各派で連合して、戦時伝道部を設けて、戦地を慰問することになった。キリスト教青年会同盟委員長の本田洋一は、福音同盟会の会長、尾崎孝道ともに、キリスト教の共同的方針について、激気を飛ばした。 それは、従軍不況死または、軍隊異門死を派遣することと、軍人が出入りしているところで、伝道の方法を尽くすこと、内地と戦地で、軍人要衝冊子を配布することであった。本田洋一はメソジスト派の日本年会の任命した、韓国伝道委員会委員長を兼ねて、朝鮮半島に行くことになり、中田を同行者に選んだ。1904年5月14日に、 神戸港より筑後川丸で出発した。そして5月16日に富山に上陸して木浦、新川を経て18日に京城に着いた。5月26日に不評第24連隊第一大隊で本田とと共に説教をした。さらに6月10日には下痢と失痛に耐えながら甲州に着いた。14日には平壌に行った。中田は 女と別れて、義州に行き、王力港を眺めて、戦争の惨状を目撃した。7月3日に、新川から京城に帰った。中田は、その後、慶喜堂を、中西堂の諸教会を訪問して、京城に帰り、19日に新川から乗船して7月21日に、不山港を経由して、7月28日には、東京に帰る。 カシワギへの移転柏シワギに移転した頃の聖書学院。1904年頃、神保町の聖書学校の男子寄宿舎とアージ町の女子寄宿舎が狭くなったので、中田とカウマンは郊外に広い敷地を求めるようになった。中田とカウマンは、豊玉郡ヨ淀バ町あざかシワギに3000坪の土地を見つけて購入した。1904年8月25日には、 新築聖書学院の図面が炎の下の発表され、1904年10月31日に聖書学校をヨドバシ町柏木に移す。正式名称は聖書学院、通称柏木聖書学院と呼ばれる。1905年2月10日より11日まで、神田三都市路町のキリスト青年会館で聖書的純福音宣伝大会が開かれ、 中田は笹尾鉄三郎や三谷種吉らと共に説教をした。中田はキリストの大本営という題で1時間半の説教をし恩恵の座を開いた。1904年9月4日に兄の久吉が病気で倒れた。中田は久吉の元を駆けつけ、13日に長地武と診断されて厚生館に入院した際にも付き添った。しかし、 久吉は入院直後に亡くなった。翌年1905年2月15日にカウマン夫妻が再来日すると3月下旬に中田はカウマン夫妻と共に名古屋と伊豆地方に巡回伝道した。4月のイースターには三女のリリーが生まれた。6月には疲労を覚えた中田はカウマンと共に日光に保養に行った。高知吉太郎1905年7月26日に 浅草駒形橋の近くに駒形電動館を設けて7月から高知吉太郎が住み込んで電動をした。9月に浅草で路坊電動をしたところこちらがボートに襲われるという事件があった。この件についてキリスト教会から忠告委員が中田を訪問しこちらの電動の仕方について忠告した。中田はこれに対して他にどんな方法があるのかと反論した。 9月には、深川で、材木商川端商店を開業していた、川端京五郎が、友人の竹谷弁造に誘われて通うようになり、翌年4月に受選する。30代頃の中田重春1905年3月に、中田は、カウマンと共に、法人組織を設立する協議をはじめ、11月に、東洋戦協会を設立する。中田と、笹尾鉄三郎。 カウマン夫妻、キルボンの5名が幹部として運営をした。カウマン夫妻とキルボルンが米国との交渉と会計を担当し、笹尾は聖書学院の院長を担当、中田は電動方面を指導管理する役を担当した。世界一周旅行1910年頃の中田家1906年はじめ、中田は霊的に非常な不安を覚えた。それで、 欧米のクリスチャンと交わることによって、上川家を満たそうと、世界一周旅行を計画した。中国旅行最初に、湖北省出身の蘇和白とい青年を伴って、2月末に、上海を訪れ、チャイナインランドミッションを訪ねた。2月25日には、日本キリスト教会の教会で説教したり、青年会の英語集会などで説教した。中田は、蘇と共に、 洋子港を遡り、南京を通過して、旧港に上陸した翌日鉱石港に向かい、鉄道に乗り、広告圏に向かった3月4日に広告圏の僧の実家に着き滞在した。現地人の偏見により身の危険を感じた中田は、僧の弟と共に僧家を脱出した。イギリス旅行、オズワルド・チェンバーズ3月16日に、フランスの優先オセア・ニンゴで、 上海を立ち、インド洋を経て、4月26日に、ロンドンに着いた。5月3日のジョン・ウェスレイの墓に行き、エクセターホールで講演をした。その時に、スコットランド人の説教家、オズワルド・チェンバーズと知り合う。中田は、チェンバーズとガーディナーと一緒に、北部スコットランドに行き、カレドニア運河からフォート・ウィリアムやインバネスに行った。 途中、チェンバースが病気になったので、中田はディビット・トマスと一緒にウェールズに行き、アメリカ人のクエーカーの電動車、チャールズ・ストーカーと一緒にイギリスの島々を巡回説教した。ストーカーはスコットランドに行き、中田はチェンバーズと共にアメリカに渡ることになった。6月にポーツマスに行った。そこでは、帝国海軍の軍艦カトリ、カシマが停泊していたので、 乗組委員に伝道し、ウェルカムミッションという水夫のための伝道館でも伝道した。ロンドンに戻り、ウェストミンスターチャペルで、キャンベル・モルガンの聖書講義とトマス・スポルジョンの説教を聞いた。7月21日に、ケズイックに行く。そこには、木村清松、松井尾根太郎日野原善助らの日本人がいた。 7月28日から開かれたケズイック大会に出席した。中田はバックストンやパゼットウィルクスらと共に大会の説教をした。9月にロンドンに帰り、バックストン家で松江成功会の長野武次郎に会った。そして東ロンドンのマントルの運動を見た。アメリカ旅行1906年11月6日、チェンバーズと共にイギリスからアメリカに旅立つ。 アメリカで、東海岸で中田とチェンバーズは5週間説教をする。12月に、オハイオ州シンシナティ市の神の聖書学校でクリスマス、ホーリネス会議で説教した。ジプシー・スミス・アズベリー大学1907年1月初旬に、シカゴで、ムーディー聖書学院で客として過ごし、1月下旬には、アイオア州のオスカルーサに行き、ジプシー・スミスの活動を見た。オスカルーサ大学では、 キルボルンの娘のアイラとエドウィーンに面会した。また、アズベリー大学で H.C. モリソン総長に会った。1907年6月にシンシナティに戻りホーリネス会議で説教した。1907年6月10日に、チェンバース、スタンデー、堺井勝次郎、東前後と共にシアトルを出発した。1907年6月27日横浜港に着く。 チェンバーズは日本に滞在して、聖書学院等を見学する。7月29日より7月31日まで上野の天幕電動で司会をし、8月1日より8月3日まで神田電動館青年館で中田らのために歓迎特別大集会が開催された。歓迎会で中田は挨拶し、この度により中田の精神的な不安は一掃されたことを語った。 明治40年の伝道旅行1907年9月18日には、中田は東京を出発して、岩手県土沢で伝道していた、米田豊のもとを訪れ、また、森岡市にいた、野辺寺よ吉,吉を訪れた。さらに、青森市に行親戚の娘に洗礼を施した。その後、広崎、立岡を経て帰京した。10月17日には、 柏木で純福音信と大懇神会を開催し、11月6日には、麹吉太郎と共に、千葉県を巡回し、東金、調子に行き、宮古田智次郎の殿堂を助けた。11月24日には、小出智春と一緒に、新潟に巡回した。12月には、伊豆急霊旅行と称して、伊豆、沼津、田子、松崎、青野、石井、二条。 しも、かも、下もを、巡回伝道した。1908年4月10日中田は、再来日した、カウマン夫妻を、キルボルンと共に、神戸港に出迎えた。帰郷後、中田らは協議した結果東洋選挙会は、役員制度を設けることになり5月10日に、発表された。中田が総理、笹尾鉄三郎が副総理になった。この時点で、福音伝道館は、 全国16カ所にあった。明治43年の電動旅行1910年、中田は大宮市の日川公園での関東収容会を終えた。後、渡辺善太と一緒に東北、北海道旅行に行った。仙台、土沢、小樽、旭川、深川、札幌に行った。中田が札幌の森五郎に会いに行くと、独立協会、組合協会、日本キリスト協会、 メソジスト教会、聖公会の牧師たちが、中田を YMCA に呼び寄せて、いわゆる教会裁判を行い、札幌福音伝道館が神道を盗んでいると、質問した。中田は、世界は、我々の教区であるとのジョン・ウェス・レイの標語を用いて、反論した。勝ツコの死と再婚明治44年に死去した前妻、勝ツコ1910年11月頃より、 妻勝子が武道場妊娠の貧血より衰弱し、腹膜炎を併発して、1911年3月8日に死去した。3月9日に、柏木の聖書学院行動で葬儀が行われた。東洋選挙会東京部長であった、清水敏三の指式、本田洋一の代理として、中田が説教をした。3月14日には、勝子の追悼会が行われた。 中田は5月には静岡、神戸で巡回伝道をした。この頃からカウマンとキルボルンらと東洋線協会の管理の主導権に関して意見の食い違いが生じるようになった。1911年8月に今ややめと再婚する。結婚直後の8月4日より福島県白川市、郡山市、藍津若松市、福島市、仙台。 それから、山形県を北上し、山形市、立岡、新城、秋田県に入り、秋田市、野城、大館、小坂町、最後に、青森県弘前市まで、電動旅行をし、その年9月10日に帰京した。聖教団事件1911年10月25日に、中田は、帰還し、炎の下に、東洋線教会から分離して、新たに、 日本政教団を設立することを宣言した。これが政教団事件である。東洋選挙会の運営の主導権をめぐる中田とアメリカ人たちとの衝突により決別をすることになったのである。事件の経緯としては中田側とカウマン側に分かれたが多くの者は中立を保った。分離を発表した後も交渉は続けられた。両者はそれぞれ分離独立すること了解したが中田側は 形成不利と考え、1ヶ月で和解し、元のように協力体制になった。笹尾は、中立の立場を保ち両者の交渉と取りなした。1911年12月の炎の下で、中田は明治44年は大試練の年であったと、10回した。笹尾の辞任と、1913年4月に、笹尾哲三郎が、聖書学院の院長を事実上辞任した。 笹尾の辞任は翌年の5月14日に炎の下で正式に発表された。その後、笹尾はフリーの巡回電動車になり関西、九州と電動旅行をしたが、鹿児島で六幕円を患らい帰郷し、1914年12月30日に東京で病死した。1915年1月4日に中田の四式で聖書学院にて葬儀が行われた。 1916年1月に中田は関西に向かい、姫路市、広島市、霞村を巡回する。途中、妻あやめが病気であるという電報を受けて、急遽帰郷した。小原十三氏、庭平三郎らと病気の癒しを祈るとあやめは回復した。1916年5月には、聖書学院で東洋線教会大会が開かれた。 J.B. ソントン宣教師と中田が説教をした。この大会中には、神田、浅草、牛米などでも特別集会が開かれた。大正5年の電動旅行特別集会が終わると、中田は久しぶりに関西方面の旅行をした。途中名古屋により説教をし、鳥取市、島根県松江市を経て、さらに、島根県の出雲地方の山奥に、伊藤薫、 清水良太郎と一緒に人力車で行った。島根県にいた国横田町に着くと、中田を救世軍の隊員が出迎えてくれた。その後、中田は一人ビンゴの国境を越えて、小原市に着いた。そこで芝居小屋を借りて、伝道集会をした。その後、西条を経て、三次市を通り、広島市の婦人集会で語った。広島市宇品港より、 四国地方の愛媛県に渡り、ロム文字が巻き返する愛媛県今治市の今治教会で語り、尾道を通り、東京に帰った。5月には、有馬温泉での日本電動隊の年会に出席して、秋山義五郎、米田豊、鈴鹿正一、小出智春らに会った。そして、神戸市の神戸港川電動館で3番、電動集会を開催し、説教を語った。 1916年8月からは、愛知県知多郡における愛知収容会で、武田俊三と共に講師をした。また、9月には、東北と北海道を巡回し、帰りに、秋田県大館市に立ち寄った。そして、10月2日より開催された山陽周期、収容会では来日中のバックストンと共に講師を、務めた。 大正6年の巡回伝道と神家エス1917年1月中旬より、長野県城諏訪町の更新収容会に出席して、2月19日よりは飯田収容会に行く。4月は三巻関太郎と共に、また4月11日より、甲府の日本キリスト教会の山梨収容会では、金井田明一郎と共に説教した。四月十五日より十九日まで、 小石川さすがや福音教会の伝道会を応援した後に岩手県土沢に行き、小原十三市にあった。5月15日からは名古屋、三影、岡山、呉、下関に巡回した。その後、6月に阪神収容会で説教し、7月は岡山県河内村の作日収容会で説教した。また、8月3日より、 箱根の収容会で、バックストーンらと説教をし、松島収容会に行こうとしたが、六感神経痛のために8月12日頃帰郷して、静養した。病を押して、13日からの浅草会館会館満3年記念会では、あやめと共に出席して説教した。イエスは来るの現象を書いた、ブラックストーンその後、塩原温泉の神谷旅館で、しばらく静養をした。 その時に、主は、地は、近というサイリン論の原稿を書き、ウィリアム・ブラックストーンのイエスは来るという研究書の翻訳を行った。これが、後に、プロテスタントのキリスト教会全体を巻き込んだサイリン運動へと繋がっていった。1917年9月に帰郷して、日本メソジスト教会の本郷中央教会牧師、小沢克之助の葬儀に出席して、ピリピ書から説教した。 そして、9月21日の炎の下には、病気が癒された、シャツゲを出した。1917年10月25日より、東洋選挙大会が、聖書学院で開かれて、東洋選挙会から独立した、新教団を設立する。28日には、中田は、東洋選挙会の理事であったが、新教団の新監督に就任して、新監督案書式が行われた。 小崎群れを恐るる中でと題して、説教をした。10月31日に新教会任命式を行い、東洋宣教会、ホーリネス教会が設立される。この日は、ルターの宗教改革400年記念の日であった。ホーリネス教会設立とともに、東洋宣教会総理のチャールズ・カウマンは、中谷に大部分の責任を譲った形になった。この年、 帰還し、炎の下を清潔の友と解題した。この雑誌は、中田が主筆で、最初は月刊であったが、後に週刊になった。再臨運動、中田主春、内村肝蔵木村清松、再臨運動を始めた頃、1918頃1918年になり、正月2日より5日まで、神田教会で新年正解が開かれ、 中田は、再臨問題の説教を、毎朝した。これが、再臨運動の前哨戦になった。柏木の聖書学院に近い内村肝蔵の家の付近で起きた火災の時に、中田は、聖書学院の生徒を動員して、消火活動を手伝わせた。内村が中田にそのお礼を言いに来てから親しくなった。中田は、ホーリネスの世への福音の一つとして、再臨を標榜していた。 また内村も娘、ルチ氏の死を通して、再臨信仰を持つようになっていた。進学の違いはあるが、同じく再臨を得両者は、急速に接近するようになった。1918年1月6日の神田の、キリスト教青年会館で開かれた第一回の集会により、内村肝蔵、木村清松、中田重春らの再臨運動は開始され、1年半に、 わたって全国で展開されることになる。これは当時の日本のキリスト教会を巻き込んだ運動になる。5月26日に横浜の青年会館で春の予言大会の最後の集会を持った。ひじずる国より登る天使という題で再林における日本国民の使命について説いた。続いて平手慶一と内村鑑三が講演をした。 横浜の講演を終えると、下関に行き、白木岩に乗り、28日不山に行って、3日間伝道集会を持った。その後、京城に行東洋線教会の聖書学院で講演をした。その後、武術に行き6日間の集会をした。翌日大連に行き、再臨問題を語り合い、日本キリスト教会で説教して、23日春瓶丸に、 のり、27日に帰郷する。中田が朝鮮半島と満州を旅行している間に、本郷協会では主催者エビナ団長らによって、サイリン運動の反対運動が起きた。メソジストの今井サブローや聖公会の杉浦、定次郎らが弁士として反対論を展開した。反対運動にもかかわらず、7月26日より31日まで、箱根で、 収容会を開催した。中田と内村貫三、秋山義五郎、車田修司平手慶一らが再臨の講演を行った。その後、中田は、うごと、金井田明一郎と一緒に、松島の収容会の講師をしに出かけた。木との車中で、山室軍平と一緒になり語り合った。そして、うごを連れて、大阪に行き、 キリスト共同姿勢公会の再臨のための清潔を、特団体の講演をした。1919年になっても再臨運動は続けられたが、6月になって、中田たちがた教会を攻撃したという理由で、青年会館から使用を断られた大正8年、後半の電動旅行1919 19年7月、再臨運動が収束すると、千葉県桜市や大阪に行った後、8月に、 妻、あやを同伴して、北海道旅行を試みた。仙台教会で説教した後、あやの故郷の東田軍、沼辺村小塩村で、あやの父と一緒に、前年死去したあや母の遺骨の埋葬と石碑を建てた。その後に、小樽、室蘭、広崎、小坂に行った。また、9月には、岐阜県飛騨山の公海道で説教をして、北陸を通り帰京した。 10月には、姫路の山陽集会で、東麗と一緒に講演をした。息子の中田呂は、東麗と一緒に渡米して、ロサンゼルスで学ぶことになった。東麗帰国後は中田が説教をした。その後、京都と呉に行き、11月には、唐津、阿蘇、神戸、熊内の教会を巡回した。その後、関西に向かい12月1日に、青木清十郎の司会で、 神戸イエスキリスト教会で説教した。その後、福岡の九州学院で講演し、長崎では、米田豊に再会して、東山学院や日本キリスト教会で説教をした。その後、おなら、岡山、丸亀、伊勢、津によって帰教した。大正のリバイバル大正時代のリバイバリスト、杉淵人再臨思想の紅葉の中で、 1919年11月17日夜に、秋山義五郎、継淵人、小原十三氏、鈴木千之助らが中心になった淀橋教会の徹夜祈祷会がきっかけになり、第1回目の大正中期のホーリネスリバイバルが起きる。彼らは、新州伊田の教会の集会のために祈った。すると、全員が激しい喜びと感動に包まれた。一行は、 飯田でけ4日間の祈り会を行いリバイバルを起こし、さらに11月23日東京に戻り、ヨドバシ会で集会を続行した。関西に出張していた中田茂春はすぐに東京に戻り集会を指導した。11月28日には性別会が開かれ、11月30日の礼拝はペンテコステ的な熱狂的な光景になった。この熱狂は、 翌年も続き、翌1920年3月26日から30日まで、東京聖書学院で、秋山義五郎、三巻関太郎、中田重春らが、発起人になって、超強派の日本全国リバイバル集会が持たれた。このリバイバル運動の結果、ホーリネス協会は、急激に成長した。その後、全国各地で、リバイバル大会が開かれ、リバイバルの雰囲気は、 ホーリネス協会の標準的なスタイルになっていった。米国旅行1920年9月22日、ハルミマルで横浜港を出港した。10月1日ホノルルに到着した。電動オーチワイパフに寄った後に北、アメリカに向かって出港する。10月8日にはサンフランシスコに到着した。24年前に成果を受けた時の喫下になった。 清潔と力の著者ヒルスにパサデナ大学であった。10月20日により4日間、ロサンジェルスの日本人教会で説教した。伝道集会で改心した人々によって北米ホーリネス教会がカリフォルニア州の3の連続に建設される。中田茂春、宇宙親子1921年4月に中田茂春と共にシカゴに行くためにロサンジェルスを離れた後は、 中田ウゴが彼らを導く。さらに、東海岸に行き途中、ニューヨークにより、メソジスト教会の監督、平岩信康と面会した。その後、フィラデルフィアに行き、ワシントン DC により、ノースカロライナ州フェアモントで説教した後、フロリダ州に行って、マイアミで休息した。その後、カリフォルニア州に戻る。1921年9月、中田重ュとウゴは、 カリフォルニア州の北米ホーリネス教会の最初の洗礼式に立ち会った後、共に帰国する。1921年上州の草津に行った時は、三上千代が出迎えた。1922年頃の中田屋、前列左より一人目は、5歳、中田あやめ大正11年の電動旅行1922年の新年福音宣伝大会で、神田美都郎町の青年会館で、 秋山義五郎と共に説教した。これはキリスト教皇制運動王と名付けられた。5万枚のチラシと1万本の三角賞記をと千円くらいの経費を使って大規模な伝道を展開した。うごは音楽の指導をした。5月1日より5日まで日本全国リバイバル大会の最中に中田は中水園に苦しんだ。5月30日より鳥取、 松江、神戸、唐津、島原、宮崎天幕集会、鹿児島、福岡、別府、文字などの巡回伝をした。島原から船に乗った時に腎臓欠席に苦しんだ。8月2日から9月9日まで聖書学院で夏季講習会を開いたが、この期間中に中田は新農園にかかったが、神家によって癒された。 9月中旬から朝鮮満州旅行に出かけた。9月14日に下関から出発して、喜び南の広州市に滞在して、その後全南甲州に行き、大田、京城に行き、京城の新築の聖書学院で語った。田中誠三郎と共に朝鮮総督府を訪問して、来病人の救済についての助言をいただいた。21日には法天に行き、 滞在中3回の集会をした。そして、部順で4回の集会をして、朝鮮に戻り、甲州で3回の集会をした。甲州では、来病院の患者を慰問した。正式な監督就任1922年10月2日より6日まで、柏木聖書学院で開かれたホーリネス年会で、議長に選出された。監督を設けることが決定され、監督の投票が行われ、 中田が正式に初代監督に就任した。就任すると中田は監督は就寝ではなく5年に一度改選されるものであると語った。続いて北海道の大樽の剣道式と特別集会に、さらに名古屋、大垣、鹿児島、奄美大島の機会が、島、大島のなぜ12月には沖縄に渡り、那覇市に行った。この旅行で、 冬でもかのいる国という一文を書いた。大正12年の電動旅行1923年2月5日、宮古達ね太郎の要請により、運ごと共に、青山学院で中学部の学生に説教した。4月11日から6日間連合的なリバイバル大会を開き、外部からは、日本組合キリスト教会の大阪天馬教会の竹本清造が説教に来た。その後、 5月は、上州殺名上団や新州各地。5月11日には、中国地方と近畿地方に、巡回。6月、中田主義春は、東北、北海道電動に出た。旭川、都下地、釧路、美幌そして、網走から札幌へ回った。北海道で、愛の神電動車高が虎蔵にあった。6月には疲労で、長一部過ぎに似た病気にかかるが、 神家により癒されて、7月13日より東北と北陸地方に巡回した。この頃、中田は高田露伴を訪ねて語り合った。高田家で子供会が時折開かれるようになり、子供伝道が行われた。全国教派聖書大会聖書学院内での集会1923年に聖書学院で夏季聖書講習会が開かれた。その直後、 24日より、箱根で、全国教派聖書大会が開かれた。これは、聖書信仰の同志が結束するための運動であり、聖書に帰れをスローガンにした。発起人には、聖公会ジョンバチラーラの宣教師や、日本キリスト教会の響き晋介、亀貝良雲、メソジストの久ユミ達夫など長教派で、中田は金森ツーリン、木村清松、平手圭一、 一宮正吉らと共に実行委員を務めた。中田はこの時、五竜の原因という講演をした。それは、後に、聖書信仰の叫びという題で出版された。関東大震災1923年9月1日、関東大震災に被災する。ホーリネス教会は、神田、浅草、本所、下谷の4教会と深川伝道所、横浜教会と、 法上教会が失われた。柏木聖書学院は屋根瓦が取れたり壁が破れたりした程度の被害だった。また中田の自宅は倒壊を免れた。柏木聖書学院はクリスチャンの理財者の避難所となり50名の男女が寄宿した。また学院の寄宿者も解放された。中田は救護運動のために大車輪を用い自ら理財者を訪問した。 中田は、この震災を通して、東京市の道徳的堕落についての罰であるが、神は恩恵によって怒りをとどめられたのだから、悔い改めて神に立ち返るべきであると思った。また、被害が江東方面に大きく、その地方は伝道が遅れていたので信仰を持たずに亡くなった、理災者がいたであろうことを悔やみ、下町の霊魂のために、教会は、 謙虚に真摯な態度で立ち上がるべきだと思った。理災者たちは聖書学院に避難してきたとき、中田を見て、晴れるや、晴れるやと言い、中田も、晴れるや、晴れるやと連呼した。ブラジルの日系人、殿九1926年、ホーリネス協会で台湾の在留法人電動とブラジルでの日系人電動が本格的に開始された。中田は、 植民地の法人伝道を外国人伝道の踏み石として考えて満州、朝鮮、台湾の伝道を推し進めた。1927年、金森通ンが旧西軍を離れホーリネス教会に関わり百万救霊運動を提唱した。中田もその運動をホーリネス教会を挙げて協力した。ホーリネス教会の第二回総会が開かれたこの総会の中で 我がホーリネス協会は極力百万求例の完成を期すとの金森通林の決議が採択された。第二大監督就任1927年9月9日より12日まで日本ホーリネス協会の第二総会が淀橋教協会で行われた。中田が議長を務め三日目に監督選挙が行われ中田が49票を獲得し第二大監督に再選した。 その総会で、中田は金森通林を紹介して、100万9霊運動を決議可決した。昭和期のリバイバルが起こった柏木時代の聖書学院の聖門聖書学院で行われたホーリネスのリバイバル宣教大会、1928年、豪州旅行第2総会後に、中田は豪州とニュージーランドを訪問した。以前、聖書学院に死宿させた。 マオリ人からの招待であった。1927年11月18日に長崎港より三島丸に乗り出港した。一時、香港に寄港する。さらに南下し、12月1日についに初めて赤道を通過して、12月12日には豪州シ,シドニーに着いた。さらに、12月16日にニュージーランドに向けて出港して、12月20日にウェリントンに着いた。 マオリ人のラタナの住む村で、マオリ人メソジストの総理派ドンに面会した。12月28日より1月2日に、ケンブリッジのキャンプ集会で説教をした。その後で、オークランド、またまた、ウェリントンに寄った。シドニーで2月22日母、ジヨの死去の知らせの電報を受け、3月27日には、帰国途上、シンガポールで、中東ご夫妻に会った。 シンガポールから宮崎丸に乗り、香港、上海を経由して帰国した。東洋戦協会からの自立1928年4月に、ホーリネス協会第10年会が開かれて、ホーリネス協会は、東洋戦協会から経済的に自立することになり、日本ホーリネス協会と称するようになる。そして、5月1日を、ホーリネス自給記念日と定め、 東洋戦教会から援助をやめて自給すること、月給制の全廃を満者一致で可決した。毎年5月1日をホーリネス協会の自給記念日と定めることになった。中田は月額200円の監督給も断り、生徒と一緒に食事とするようになった。ここに東洋ホーリネス協会は東洋戦教会から完全に独立し、 正式名称日本ホーリネス教会と称するようになる。金森通林の加入旧西軍時代の軍服姿の金森通林また、熊本バンドの金森通林が、聖書学院の名誉教授に任命され、牧師は福音師と呼ばれるようになった。さらに、5月14日の帰還誌で教会を、いつでも祈りが捧げられるように祈りの家と解消するように命じた。 1928年、金森ツーリンが旧西軍を脱退してホーリネス教会に入会する。以後、金森は中田重春の絶大な信頼のもとにホーリネス教会の重要な働きを行う。1928年6月23日に物ノ武雄に続いて田村浩二がブラジルに宣教師として出発した。7月25日より30日まで。 箱根リバイバル正解をはじめとして、青森県大津場の大湯リバイバル正解、六甲山の関西リバイバル正解、さらに、九州リバイバル正解で説教した。台湾、北日本の旅台湾で活躍した、宣教師、井上伊之助1928年中田は、中田卯と金森通林と共に、台湾の井上伊之助を訪問して、各地を回り、台湾、高尾にも行った。 9月7日に帰国した。10月には北に向かって出発して、水戸、日立鉱山、仙台、市の関、函館、小樽、札幌、旭川、釧路、野付牛、美保路阿波尻を回り、大泊で昭和天皇の御大天祝天の集会をし、そこで日本メソジスト教会の牧師、吉崎敏夫に会った。11月16日に帰京した。 12月4日の中田彩めの妹、今井梅代が死去する。保坂はじめとしげるを引き取ることになった。12月7日より、大阪の関西リバイバル政界に金森と一緒に出席して、鳥取、中国地方を回って12月22日に帰京する。1929年1月29日の宗教法案反対の新都大会が、青山会館で開かれて、中田と金森と、 津島克地、富永徳馬と共に講演した。12日5日に後に中田の四女豊と結婚する岡本五一がアメリカより帰国した。東洋選挙会の理事聖書学院協約社会、中田は前列左から4人目1929年3月23日より聖書学院でホーリネス大会が開かれて中田と金森とレテーカウマンが説教した。 その年会で、東洋戦協会の理事会に加わることになり、中田が公式に創立者の一人として認められた。また、教職の試験を撤廃することになった。そこで、宗教法案反対の日本キリスト教会の響き、新助が来たので、宗教法案に共に反対することを宣言した。そして、東洋戦協会、ホーリネス協会財団法人を組織することになり、 東洋線協会のヨドバシク柏木と牛込区の財産をホーリネス協会に譲渡することが決まった。その年会で中田彩芽が暗種礼を受け、正式に日本ホーリネス協会の教職になる。ブラジルイギリスアメリカ旅行ブラジル旅行1929年3月28日に中田茂春は夕朝十郎一家と共にブラジル、イギリス、アメリカへ外遊に出発する。 3月31日文字を出発して、4月4日には、香港により、九流で説教をして、シンガポールに行き、4月8日ダーハンに行き説教をする。23年ぶりに、ムーディ聖書学院の同窓セリングランドと、ジョルダンという夫人に会った。5月12日に、ポートエリザベスに着いて、15日には、ケープタウンに到着して、29日に、ブラジルのサントスに着いた。 サンパウロのモノノベ・タケオの教会とウニーダの長老教会で説教をした。アラッサッパよりルサンビアに行き、北カはプレジデント、ウェンセスラウ、カンバラを経てサンパウロに戻り、5月27日にマッケンジー大学で説教した。7月1日ワシントン・ルイス大統領に面会した。7月3日リオデジャネイロを出発して、大西洋を渡り17日にリスボンに帰港する。 イギリス旅行20日に、リバプールに到着すると、ジャクソンという人物に出迎えられた。ボルケンヘッドへ行き、ドライスデール聖書学院に死縮して、ドライスデールのインマヌエル教会で説教した。レテーカウマンたちが同行した。スタデンに言うロンドンでは、バークレー・バックストンに会おうと思ったが、ルスで会うことが、できず、バーンマウスの日本電動隊の収容会に行き、バックストンとバゼット・ウィルクスに再会した。 ブラジルでは、ホーリネス日本人教会を訪問する。中田は5週間滞在して、説教をして、教会を励ました。ロンドン大学在学中のツタデニューと共に、ドンカスターとサンダランドに行った。9月9日ロンドンのウェスレアン派のサウスウールのキングスホールで説教した。その時に、日本のウェズレーへと広告された。アメリカ旅行大西洋を渡り、9月17日に、 ニューヨークに行き、21日ビンガムトに行った。翌日、新ナ田聖書学校へ行った。アズベリー大学へ行き、武田俊三の息子に会った。また土屋健一という哲学博士に会った。後に、テイラー大学で説教して、さらに、シカゴに行き、ムーディー聖書学院に宿泊した。そして、 10月中旬まで、バークレー、モデスト、サクラメントを通り、カリフォルニア州のポイントローマナザレン大学で、説教した。続いて、サンディエゴに行きにや正解を持ち、23日は、ペニエル伝道館で、そしてハンターの聖書学校でも説教をした。24日サンピドロより、マニラマルで、オバラ13氏が同戦しつつ、日本への帰国の途に着いた。帰国11月12日に、 横浜に到着した。12月20日より、ヨドバシ協会で第15回ヨドバシ会が開かれた。中田は金森通林と三巻関太郎と一緒に説教した。日本のホーリネス人の世界的使命という内容で語った。最後の晩に、ヨエの福音という自作の賛美歌を歌った。12月にヨエの福音大会が開かれ、1930年4月1日に、 引きされたものが出版された。昭和初期のリバイバル中田茂春監督1930年1月1日に青年会館で聖書新公会の説教をし2月5日より7日まで上、諏訪政会に行った。1930年2月の総選挙で教職者の落選を祈れと言った。2月5日から9日まで神田教会で 開教30周年記念伝道会が開かれた。2月14日より18日まで広崎で新年、正界に出席した。4月1日からホーリネス大会が開かれ、土山哲次が講師をした。日比谷公会堂で東洋線教会開教30年記念伝道会として、ただ新勢を大会が開かれた。銀座、丸の内を3つのグループが路傍行軍した。 朝鮮、満州の旅4月27日から、中田は朝鮮満州地方へ旅行に行き、川端京五郎が同行した。5月8日水原の公会堂で説教した。ここは、則松正康がいたところであった。京城に行き、12日公会堂で説教した。森五郎の夫人の実家である、本町警察署長の小松家で死宿した。十三日朝安東へ行き、 神社参拝を拒否した女学生の定額問題のために論じた。15日法典に行き、17日部順に行き、19日は療養に行き、20日は大連に行った。満州で牧場を経営していた勝又の家に泊まった。南満州鉄道の大倉理事を訪問して女学生定額問題について話し合った。5月19日、新宿の柏木にあった。 聖書学院で2回目の昭和初期のホーリネスリバイバルが起こる。大連にいた中田は連絡を受けて5月25日に東京に戻った。中田が帰国したら30日から6月7日まで東京市内外の教会でリバイバル祈祷会が持たれた。6月8日、ペンテコステ大会が聖書学院で開かれて英国、米国、ロシア、南洋、ブラジル、台湾、 朝鮮、高砂五族、アイヌの収容性が生した。中田は説教をしたが、精霊のリバイバルは悪魔のリバイバルであることも危惧して、雑誌に一文を載せて警告した。神社問題九百三十年の日本法理ネス。教会の年会で、神社問題に対する権議案が上帝された。それによると、年会は、神社を一つの宗教としてみなすということであった。中田は、 その後、帰還紙に神社問題に関する信言を公開上として発表した。また、信仰自由問題なる一文を発表して、この神社問題を論じた。1928年東京府立第四中学校でホーリネス教会の幹部の息子が神社参拝を拒否したという理由で退学を要求された。3年間の教師との戦いにより、生徒は 神経衰弱になり、無期限休学することになり、ついには退学することになった。クリスチャン政治家の田川大吉郎神社問題のために、中田は6月13日小原十三氏らと共に、民政党の有力者を訪れた。また、田川大吉郎と共に、宅務省、外務省を訪れて訴えかけた。この時期、地方の公立学校では、このような問題がたびたび起き始め、 クリスチャン教職員らが免職される事件が起こった。中田はこれらに対して、軍事教練は賛成だが、神社参拝は反対という論評を発表した。台湾旅行1931年12月2日に、中田は吉川実を同伴して、台湾に向けて出発した。神戸で集会をした後に、文字港から回路で、キールに着き、台北に行き、ラジオで、 植民地の宗教と題する放送をした。大犬ほど台湾人協会で説教して12月7日から北投げ温泉で協約社会をした頃から激しい神経痛を覚えて台南から引き返しソータスクマルで文字を経て東京に帰った。日本ホーリネス協会のリバイバル大会1932年になってもあまり旅行はできなくなり静養した。検査を受けて 胆石病であると判明した。その後、中田は難病より癒さるとの文を発表して、トラフォーム、肺能用、赤痢、リューマチ、動脈硬化、六感神経痛、食道流より癒されたことを称した。2月10日の性別会では、説教できるまでになった。1932年頃の中田と、柏木聖書学院の教師人1932年2本。 キリスト浅草教会の牧師、長井直司が主役の新約聖書を出版した。その時、中田はその聖書の普及のために日本聖書会社を設立する。日誘導ソロン1932年11月にヨド橋教会で聖書より見たる日本という聖書解釈の連続講演を行う。その中で中田は教職は個人伝道や 教会形成をすることよりも、キリストの再臨とユダヤ民族の回復のための祈りが優先事項である主張した。この中田の主張を受け入れる教職、信徒もいたが、米田豊から御教授たちは批判的であった。1933年1月に聖書信仰連盟が大阪の自由メソジスト神学校で設立され、中田が理事長に選ばれた。しかし、 この年の秋に起きたホーリネス分裂事件の混乱で実質的な働きをすることなく消滅する。1933年4月に中田は昭和天皇から官王会に招待されて夫婦で参加している。臨時総会監督会職委員会のメンバー中田は1933年9月22日、聖書学院のご教授に 日本ホーリネス教会の運営方針を伝道中心ではなく、キリストの再臨とユダヤ民族の回復のための祈りに専念すべきという自分の方針に従って聖書学院で教えるように要求する書簡を送った。中田の要求に対して聖書学院の教授は従来の法律の伝統的教理を否定するものとして拒否した。さらに教授たちは事の是非を問うために、 臨時総会を招集した。中田は招集を最初は認めたが、後にこれを取り消し、臨時総会を非合法とみなし、10月19日付で、車田、小原、一宮、土屋を解任した。25日に、淀橋協会で開催された臨時総会が開かれ、10月26日に中田の監督会職案が上呈された。採決の結果、 ほとんど全会一致で決議された。監督解職に伴い、それに代わる運営体制として、監督の代行としての委員会制度を設け、選挙により、委員会として、車田修司、米田豊、小原十三氏、市宮正吉、菅野英が選出された。民事訴訟法理ネス神田協会最初の方は、決定に従い、信仰上の理由で別れることになった。 中田の主張に賛成する者も半数ほどいたので、ここで中田側と委員会側に日本ホーリネス協会は分裂することになった。車田修司ら教職者のホーリネス、神田協会玄関での集合写真しかし、後に中田は臨時総会の合法性を否定し、監督解職の方法は間違いであると主張し、メソジストの監督審判法で自分の立場を弁明した。 11月2日号の機関紙で臨時総会の非合法制を訴えたが、訴訟のための法的手続きは取らず、中田側はこの件に関して沈黙する声明を発した。しかし、後に中田はこの総会を法的に無効とするための民事訴訟を起こした。こうして、両者の対立は収集困難になり、神田協会の所属をめぐる両者の争いは新聞にも取り上げられる。 和教分離な方が起こした臨時総会の決議を無効とする民事訴訟の告訴に対し、1934年4月24日、東京地方裁判所で臨時総会の構成について取り調べが行われた。この事態を憂慮した安倍義宗らメソジスト協会の指導者や松山、常次郎らクリスチャン政治からの仲介により、翌年1935年3月5日に、 東京地方裁判所において赤木判事を中心として和解談が始まった。結論として双方より3名の委員を選び和解案を出すことになった。和協ご参会が開催された鉄道ホテルの内部1936年11月28日、正午、東京駅の鉄道ホテルで和協ご参会を開き、日本ホーリネス教団の和協分離が決定された。これにより、 両者は法的に和解し、中田派は清め教会と名乗り、五教授派は車田修司を指導者として日本政教会と名乗ることになった。1936年12月21日青山学院進学部行動で和協委員の主催のもとに和協報告感謝会が開かれた。清め教会発足清め教会監督に就任した。 中田1936年12月25日のクリスマスに清め教会と日本聖教会が正式に発足した。この日が清め教会の創立記念日である。清め教会は4カ条の快則を設けることになる。その結果総会はなくなり、監督は就寝職になる。後継者も監督が任命すると規定された。 終身監督就任1937年になり、清め協会の終身監督になった中田は、新しき天新しき地という題の文章を、機関紙新年号に載せた。新年の指針を、検信校まであるとして、その題を5回使用して語った。そして、監督令を発し、順監督政治を方針として、自ら清め協会の終身監督になることを1月7日後の、 機関紙で宣言した。清め教会の全国清め大会が1937年4月1日より4日まで聖書学院で開催された。この場で終身監督が確認され、倍増計画が徹底が要求された。4月11日午後、満州人キリスト教各派牧師13名が聖書学院を訪れて開会中の性別会に列席した。 中田は彼らと語り、日本と満州が提携して、リバイバルのために乗り出さなければと力説した。6月25日に、聖書学院の名屋より放火により出火して、監督局の3分の1が消失した。日中戦争1937年7月7日、北市事変が勃発した。文部省よりの通達に即して、中田は全国の福音市宛に通達を発して、 二問袋を送るように命じた。二問袋は7月中に4000個を突破した。7月上旬により、中田は体調を崩し藤沢工事の中岡に移り、静養した。9月5日に中田は東京に戻り、学院協会で、純国と純教と題して説教し、愛国心を強調した。この頃から中田は国家主義的、愛国主義的な論説を書くようになった。 10月13日の国民精神、総動員協調週間には、毎日祈祷会を開けと命じた。さらに、11月3日には、宮城洋杯と祈祷会を開けと命じた。10月27日の中田の誕生日に、日本軍の上海郊外の大馬賃を陥落させた、ことを喜んだ。1938年2月11日の紀元節祝典には、 イモン袋検納式を聖書学院で行った。大演戦室、中田監督の誕生祝い4月の全国清め、大会と第2回年会が行われた時から、中田は神経痛に悩まされた。6月には、中田の健康悪化のために外交委員が設置され、中田あやめ、斉藤玄八、斉藤安太郎、田中圭志、森五郎が選ばれた。10月30日、 九段の軍人会館で、後位専用全国必勝儀党会を開催した。その時、聖書より見た日本民族の使命と題する、ユ与ウソロンの公演を開催する。日引新介、ライオンは磨き小林木一社長、青山学院教授ヒアネアンテーラを、はじめ、約1800人が入場した。中田は披露して、加藤サブロー医師らに付き添われて帰宅した。 発行一応1939年に入り、清めの友には、新東亜建設の新春をガすトの文章が載せられた。元旦から三日間、日本民族に与えられた神の儀を力説した。1月26日の帰還誌の文章では、宗教団体法は統制上必要とあればやむを得ないとして賛成した。2月9日には、 ジャバ島で伝道していた清め教会の宮平秀正が十数年前にオランダ政府より退去命令を受けた事件を記して発行移住の理想を実行するためにキリスト教が必要であると述べた。1939年2月11日の紀元節の連合礼拝では君が予聖書、宮城洋拝、愛国行進曲等を歌い紀元節を祝い中田は日本は 行動の上に立つ、特殊の国であると述べた。4月の清め大会では、監督のもとに総務を置き、一切の業務を取り扱うようになった。また、地方文献を廃止して、監督の直轄権を強化した。中田夫妻の闘病7月末に、あやめ夫人の容体が急変し病床につくことになり、死休願の兆候が現れた。そして、8月に入ると、中田自身も下痢が続き、 体の衰えを自覚した。9月に入りあやめが、既得になり、中田も重体だったので、谷中栄が、側近にあって、世話をした。中田は口述引きにより、機関紙の論説を書き続けた。加藤三郎医師が診断したが、中田夫妻が神家を信じるゆえに、特別な手当てはしなかった。あやめの死去9月14日午前0時14分、中田あやめが息を引き取った。 息を引き取る前に、老いの中立かなりの仲介で、中田うごと和解することができた。9月16日に、聖書学院大講堂で、あやめの葬式が行われた。斉藤原八の詩式で、葬儀委員長は森五郎だった。後継者選出、中田の後継者、森五郎9月17日、中田の死が間近に迫っているので、中田の自宅に森五郎、 o s t チ谷中博美、保坂はじめら7人が集まり話し合った。中田の死後に、教団は監督の外に会長を立てることにする。また、会長は名誉制にして、監督に実権を握らせることと、補佐員を立てることを決めた。また、これらの決議事項を弁護士の朝穂浅次郎が法的に有効にしようとした。話し合いの結果、 森五郎が会長になり清め寮に住み、聖書学院と柏木教会の責任も森が取ることが、中田の指示によって決められた。中田家のことは、保坂はじめと谷中博美夫妻が任された。中田の死去、中田重春死去、1939年9月24日、妻あやめが亡くなった10日後の1939年9月24日6時50分。 東京市淀橋区柏木の自宅で、長結核により死去する。9月28日に、森五郎の死式により、生学院大行動で葬儀が行われた。遺体は、淀橋区落合町の落合火葬場で遺骨になり、生学院内の納骨堂に収められた。1951年に、中田の遺骨は改装され、玉霊園に二人の妻と共に収められている。ありがとうございます。